審議開始。どうすんだよ。手推理したわ。どう思うのよ、初めの方のメンバー。俺はガテンがいたぞ。俺はもう気持ちは変わらない。絶対に田中先生を告発します。告発するってことだな。 100% 告発します。私は記憶がないところに関して話してもしょうがないと思ってる。それに関しては私は記憶がないからだ。ただ記憶がなくなっていなかったってのはどういうことだ、篠原君自身の。皆様は先ほど松戸正雄教授を殺害した人物を篠原綾あるいは田中守であると確定しました。この事実は揺るぎません。近藤啓太もまた自身の犯行を否定しており、現在2つの裁判の状況は拮抗しています。故にすでに論点は殺したのか殺していないかのかではなく、近藤啓太と篠原綾あるいは田中守のうち誰を裁くべきかという問題へと移行しました。なるほど。まあだから諦めろっていうことや。だから俺らが、該当者2人以外の俺らが決めるってことだろ、うん、まあそれかどの道証拠を三四次刑事に提出しなきゃいけないので、このありとあらゆる状況から、まあ、よりあの濃度が高い方を選び提出すればいいだけのこと。俺はもう気持ちは絶対に変わらない。分かってる鈴木君。いや、タカちゃん、あなたは揺るがないのは分かってる。揺るがない。もういい、あなたはいい。そうじゃなくて、じゃあ篠原さんが告発すべきだと思うんだったら、篠原さんはこの証拠から篠原さん告発すべきってあなたたちが出すべきよ。私はさっきも話した通り NDA の記録、うんうん、などなどを提出するつもりよ。正しい、あなたは正しい。っていうか、篠原が犯人だと思う人はそれちょっと話し合ってくれよ。いや、そうですよ、柏木さんと。いや、今現状は2人とも告発です。そしてこの資料を全て提出する、うん、これが選択肢1。何もせず告発対象は篠原綾、田中守、はい、田中、そして近藤啓太1人です。1人だけ。あ、なるほど。その3人の1人で行きましょう。あ、 OK です。高ちゃんはもういい、うん、いや、高ちゃんもういい。なんか北島さんも変わる気なさそうなんだけど、まあ、私は私の推理に圧倒的な自信を持ってるからね。正しい。まあ近藤君と一緒に入ったっていうことでいいんだよな。レベル2カードキーを近藤君が持っていたから、カードキーをレベル1しか持っていない、持っているは関係ないってことでいいんだよな。それで入って殺害したって言ってるんだよな。あ、そっか、あなた持ってないんでしたっけ。持ってないの。そこ勘違いしてるんだよ。ダメ、騙されないで。ダメ、タカちゃん黙りなさい。ダメ、持ってない。考えない、考えない、いいの。でもそもそも勘違いしてる、持ってないの。私も持ってない。で、あの子も持ってないわ。そう、持ってないの。時間がありません。ちょっと待って、告発するかどうかについて論点を絞ってください。ちょっと待ってなさいよ、シガー。あなた今いらないという選択でもいいです。ちょっと待って、今富裕層じゃないや、富裕層を金しか見てないじゃん。宮田さんが持ってるんで、宮田さんをみんなで説得する方が早いから、ね、いや、そうよ。そうよね。そうよね。ここは一応推理したわ。確認してんだけど、うん、それぞれ入れてるやつらは、うん、変わんねえの意思。いや、まあ、僕は変わります。私は絶対に変わります。タカちゃんはいい。だからその柔軟性のなさはもうほっといて、私は、ね、別に変えてもいいと思ってるけど、納得できるなら変えていいわよ。まあ、だから要は納得したいってことだよな。はい、そうです、そうです。まあ、申し訳ないけど、俺は変える、あまり告発する気はねえんだ。まあ、それでもいい。分かってる、分かってる。だからいい、いや、ちょ、告発する気はねえは結論にならない。誰かを告発するだから、俺は近藤啓太を告発する。近藤が死刑だ。俺は近藤を告発するつもりなんだ。告発しないはあるよ。それを、じゃああなたは告発する対象を近藤さんだって風にするってことね。今んとこはな。それは なんでなの。いや、あいつ親殺してんだろ。いや、それはそうかもしれないけど、だとしたら松戸教授の真の犯人が見つからないじゃないの。僕らもね、話した方がいいよね。いいの。じゃあ京子さん、あなたどうなの、自分の夫が。でもなんか正直なところ、あの右側の2人の意見があんまり私に響いてないので、あ、そうなの。小原さんからちょっと今変えるつもりがなくて、そのなんていうの、田中さんがやったって時刻的にはどれぐらいだと思ってるわけ。16時半とかってそういうわけ。ただ16時半まで私、田中先生と一緒にいたのよ。
だから時刻的にありえないと思ってて。でもそれって田中先生記憶ないですよね。僕は記憶がないです。記憶がなくて、でも私は記憶があるから。ただ、16時50分まで、記憶がない NTA を使ってる状態になってるので、あなたが目を離した16時半から16時50分の間に犯行は可能です。ちょっと待ってもらっていいか。加藤被告と近藤被告と一緒に入らなきゃいけないわけだ。まず殺害するためには。私はずっと部屋にいて、篠原君も来た、北島君も来たよな。近藤君と接点がもそもそも持てないから入室ができない。近藤君の行き来を私は個室にこもっていたからわからないよ。しかも壁があって私は見えないぞ、物理的に。近藤君と一緒に入ることは私はまずできない。篠原君は言うことない。まあ、私も16時半は北島さんがデスクに戻ってきた状態を確認しております。それが16時半、でしかも17時は、ごめんなさい、ちょっと勘違いだった。16時50分ぐらいまでは私いるわ、一緒に。じゃあ16時50分までいるの？はい、いるわ。できないわ。まあ、だとしたら、タカちゃんに話しちゃダメ、タカちゃんに話しちゃダメ、ややこしい、ややこしい、やめよう、やめよう。まあ、じゃあそれを前提とした場合は、まあ、そもそもこの記憶がない時間にやっているっていう前提が違うっていう可能性もあります。そもそもの前提が違うんだったら僕まず容疑者じゃないもんね。まあ、犯行時刻近くだと、まあ、それで失礼いたします。議論が紛糾しております。皆様一度着席し目を閉じてください。三択をお伺いいたします。皆さん目を閉じたままで手を挙げていただきます。名前を告げます。誰を告発するべきか、名前を告げた方を告発したい方はそこで手を挙げてください。近藤啓太を告発すべきだと思う方、篠原彩を告発すべきだと思う方、田中守を告発すべきだと思う方、確認いたしました。皆様手を下ろし目を開けてください。まあ何かを決めるってことは辛いことだろうけどな。そうだな。結論が出ました。これよりエンディング A の1に参ります。エンディング A の1に参ります。一同が結論を出すと固く閉ざされていた扉は一人でに解錠された。そして扉が開くと待ちかねていた様子の西園寺刑事が室内へと入ってきた。一同は西園寺に全てのいきさつを話し資料を提出した。西園寺はノートパソコンと資料を受け取ると田中守に任意同行を求めた。田中守はわずかな抵抗を見せたが、最終的には押し切られる形で署への同行を承諾した。しかし翌々日、松戸事件に関する公判は予定通り改定され、被告近藤啓太は死刑判決を言い渡された。その日西園寺は事件関係者一人一人に電話をかけ、一同の出した結論を再調査した結果、西園寺は田中守による犯行が不可能であったこと、その論理的証拠を丁寧に説明した。それはいずれも短い通話ではあったが、最後に西園寺はこれで諦めがつきましたとそれぞれに礼を述べた。松戸事件は、その真相とは一体何だったのか、そんなものが本当にあったのかすら今となっては知りようもない。電気の消えた暗い室内に、
テレビの明かりだけが灯っている。チカチカと照らし出されるその顔は笑っているようでも泣いているようでもあった。そしてその女は口を開いた。あの松戸っていう化け物は私の飼い猫を実験に使って殺したのよ。私に薬を打って私の目の前で私の飼い猫を殺した。そしてその記憶を消す、そういう化け物じみた記憶を、化け物じみた実験をあいつやっていたのよ。殺されて当然じゃない。これにてマーダーミステリーさらわれた法廷終幕となります。記憶ないもん俺。皆様お疲れ様でございました。皆様お疲れ様でございました。いろいろとお話ししたいことたくさんあるとは思うんですけれども、まずはですね、解説に移っていきたいと思いますが、皆様よろしいでしょうか。はい、はいはい、ありがとうございます。では私の方から事件の真相をお伝えしたいと思います。今回の事件ですが、難易度がとても高い。しかし解決に至るためには3つのポイントを見つけ、そのポイントに重なる人物を特定することになります。まず1つ目の条件、凶器、そして2つ目の条件、レベル2の鍵がかかった密室空間に出入りできるかどうか、3つ目は犯行推定時刻に犯行が可能かになります。解説を始めるためにも一つずつ検証していきたいと思います。まず凶器からです。検視報告書によると遺体から毒物が検出され、正確に注射が打たれていたということが分かります。犯人は注射器を正確に使用できる人物です。しかし確定的に打てる打てないは本人に自覚はあれど他者からは証明はとても難しいです。例えば松戸京子さん、あなたはもともと医大に通っていましたね。はい。そしてそこで知り合った方がいますね。そうですね、どうだったっけな、誰だったかな、知り合いいましたね。はい、田中守さんともそこで知り合いましたね。いやなんかここできてるのよ、はい、いやできてるだろうね、まあ、あれはね彼女の記憶として医大生でしたが真面目ではなかったし研修医を経ていないので打てないと記憶しています。しかしそれを保証してくれる人も保証してくれる証拠もありません、はい、他者からは彼女が打てる可能性が残ります、はい、他の方とも同じです。精神科だから打てないということはありえません。全員研修医を超えてきていますので研修医時代に打っているはずです、うん、そして宮田さんももちろん記憶にないでしょうが、北島さんが指摘した通りご職業柄打てないとは言い切れません。ではこの状況で打てない人間はいないのではと思うかもしれませんが、一人だけ確実に打てない人間がいます。それは柏木さんです。柏木先生と飲み会に行った方々は覚えているかと思います。彼は注射をするとき眼鏡をかけること、老眼がきつくて眼鏡をかけないと打つことができないんですが、その眼鏡をかける姿がかっこいいんだと篠原さんが話してくれていました。そして事件当日、柏木さんの眼鏡が壊れていることを鈴木さん、あなたは知っていましたね。知っていました。え？眼鏡のレンズがない伊達眼鏡をこの人はかけてた。なんで言わないの？はい、ちなみに北島さん、なんで言わないの？あなたはその鈴木さんと柏木さんの会話を見てるんですよ。見てないわよ、私そんなの。見てるんですよ。見てるの？柏木さん、それはずるいなというふうに話をして、柏木さんは鈴木さんに対し数値を読み上げてもらっていいかなと話していました。おぉしてた、してた、してたわ。この時の会話です。関係ないかなと思っちゃったわでも柏木さん疑われてなかったから、はい、で田中さんだったら私先般だけど、もちろんこの時点で柏木さんに犯行はできないということが確定しました。では次に2つ目の条件であるアリバイの話に移りたいところなんですが、その前にどうして近藤啓太が犯人として逮捕されたのかを確認します。まずこの事件は確かに警察が捜査をしました。結論ありきの捜査ではあったんでしょうが、近藤啓太以外にはどうやらできなさそうだと判断されました。なぜそう思われてしまったのか。
犯行時刻前の15時30分の段階で松戸教授は1時間くらい家に帰ると皆さんに言いましたね。それは宮田さんが来るから彼に渡すためのお金を家から回収しなければいけないためです。朝松戸の車のダッシュボードの上にコーヒーのシミがついた茶封筒が無造作に置かれていたのを京子さんや北島さんは目にしていたはずです。そこの中に現金が入っており、その封筒は松戸のポケットから発見されました。このことから彼は15時半から1時間かけて家に帰り、お金を回収して16時半研究所に戻ってきたということが考えられます。犯行時刻は16時半以降、北島さんと篠原さんは相互にデスクで作業しているのを確認しています。宮田さんは北島さんの15時半から16時半の動きと17時の京子さんの動きを正確に知っています。その時間にアリバイがないのは柏木、鈴木、田中、京子の4名、柏木さんは注射器の件で外れますので3名です。ではこれを踏まえて3つ目、密室に出入りできる人物を確認します。宮田さんはカードキーを持っていますがアリバイがあります。そして彼の持つ鍵を借りることは誰にもできません。柏木さんのカードキーは17時ごろ近藤啓太に貸しています。そして松戸のカードキーは鑑識結果を確認すると彼のポケットから発見されました。さてここに皆さんなら気づける違和感があるはずです。研究所の皆さんはよくご存知ですね。カードキーを普段どのように管理しているか。首下げ式のネームタグに入れていた。首から下げるはずのネームタグをなぜポケットから見つかってしまうんでしょうか。彼の意思ではなく誰かがここに入れたからではないかと推測できます。死体発見時部屋の中に鍵を隠すことで密室に見せかけるよくある密室トリックです。これができるのは死体発見時松戸に駆け寄った方です。記憶にあると思います。駆け寄った方は誰ですか。いやー、おー、いやー、あー、駆け寄った。遺体発見時大きな声を出して駆け寄った方が2人いたはずです。いたわ。さあ誰ですか。篠原と北島。そう、篠原さんと北島さん。しかし2人とも犯行時刻と思われる16時30分以降にはアリバイがあります。このことによって4名の中に犯行が可能な人物はいない、不可能犯罪であると警察は判断し、犯行して推定時刻17時頃にアリバイがなくカードキーを持ち密室に唯一出入りできる人物として近藤啓太を犯人としました。しかし犯人は近藤啓太ではなくこの中にいます。ここでさらにもう一つの違和感に気づくことが必要です。宮田さん、14時30分松戸が家に帰るよりも前の時刻あなたは彼の家に行きましたね。はい。その時松戸の車を見たはず。はい。地味な国産車。はい。ダッシュボードの上に何かありましたか。いや、ないないですよね。ない。朝京子さんが見たはずの封筒はその時点でないんです。あ、ない、ない。つまり松戸はすでにお金を回収していて本当は家に帰る必要などないんです。ではなぜ彼は家に帰ると言い出したのか、お金を取ってきたことを忘れてしまったんでしょうか。さあ皆さんはここでご存知ですね。この場には記憶を消去できる装置 MND があること。はい。その使用履歴が残っています。証言を照らし合わせると13時15分は近藤啓太、13時47分は鈴木さん、15時20分は田中さん、そして15時39分は柏木さん。空白の11時35分があります。ここで推理を大きく動かさなければいけません。この空白の時間に松戸は MND にかけられお金を取りに行ったことを忘れさせられていたのではないか。つまり15時30分松戸は家に帰っていないのではないか。これより犯行時刻は16時半以降ではなく15時半以降も含まれます。この時間にアリバイがないのは篠原さんと柏木さんの2人。柏木さんは注射の件ですでに犯人候補から外れています。注射器を正確に打てカードキーを戻すタイミングがあり、
新たな犯行可能時刻にアリバイがない3点を満たしているのは篠原さんのみです。いやーすごい、順序としましては、まずこれ京子さんの記憶では松戸さんは9時に家を出ていると思います。で、はい、1時間かけてますから10時には研究室に着いていますね。そして松戸がお金を取りに帰る時間を操作できるのは宮田さんがことづてをした篠原さんだけです。篠原さんは10時に現れた松戸さんに宮田さんの伝言を伝え往復1時間、研究室にはまた11時に到着します。戻ってきた松戸さんに MND をかけて記憶消去、11時35分の使用履歴にも合致します。そしてアリバイ作りのため15時に再度、15時半に再度同じことつてをして皆さんの前で松戸が帰宅の宣言をするよう仕向けた後、松戸を実験室に連れて行って殺害しました。ポケットにお金を入れ奪ったカートキーで施錠してからアリバイ作りを行い、発見時に駆け寄るふりをしてポケットにカードキーを入れました。なので今回ポイントとしては、事件当日柏木の眼鏡が壊れていたということを知っている人、まず鈴木さんと北島さん、この2人の証言、そして柏木が注射をしている時に眼鏡をかけているというのを知っている方が篠原さん、鈴木さん、北島さん、そしてまあ柏木さん本人、さらに松戸がアイリーパスを首からかけているということを知っている人物が研究所に所属している北島さん、田中さん、篠原さん、鈴木さん、柏木さん、この3名のこの3つの証言がかなりクリティカルな情報になってまいります。なのでかなり難易度の高い物語を皆さん最後まで走り抜けていただきました。本当にお疲れ様です。すげーすごいすごいすげーなんかドラマで見たいなので途中までの推理はですね、すごく惜しかったんです。篠原さんはサイト独協者に含まれていましたので告発するかしないか、そこが分かれ目だったと思います。ただ篠原さんもすごくお上手でした。16時半以降だからと皆さんを誘導することで自分のアリバイ作りをうまく利用していらっしゃいました。うわめっちゃ騙された、はい、本当だ超言ってた。そうだよねやられたそこで藤宮さん頑張ってですね、皆さんが16時半以降だよ、16時半以降だから私はできないよというのを北島さんも味方につけてですね今日やっていただいておりました。本当にお疲れ様です。うわ、はい、左耳からめっちゃ聞かれたいやMND で表現がね頭の中でこびりついちゃって。いやそれ分かる分かる、なんかみんな何かが残ってて何かしらの原因とかが、まあ、ただこれ精神安定剤を打っている打ってないも実は重要で、注射痕が2回あったと思います。はい、精神安定剤、はい、で2個目が薬物になります。なるほど。